スノーマン20年ぶり開挙ケミストリー以来ファーストアルバムからの2作連続ミリオン。スノーマンのセカンドアルバム、スノーラボ。S2、スノーラボ S2 が1月6日発表の最新、オリコン週間アルバムランキングで週間0.6万枚を売り上げ、累積売り上げが100.2万枚となり、ミリオンを達成した。アルバム作品でのミリオン達成は、同じくスノーマンが2022年10月3日付で達成したファーストアルバム。 スノーマンアイスワン以来3ヶ月ぶり、令和5作目1、1位に。令和においてアルバム2作品のミリオン達成は、スノーマンのみとなっている。また、ファーストアルバムから2作連続アルバムミリオン達成は、2003年1月20日付のケミストリー、セカンドトゥーノン3以来、20年ぶりとなった。本作は、2022年9月に発売されたスノーマンのセカンドアルバム。202年10月3日付、 オリコン週間アルバムランキングで2022年度4最高初週売り上げの89.1万枚を記録し、初登場1位を獲得。また、翌週十分の十つけでも1位となり、2週連続1位を記録した。